解散。さあ、最後も木内さんにチャレンジしていただきましょう。はい、頑張ります。じゃあもういきなり前田さんと細川さん前で見てください。さあ、当ててもらうのはこちらです。え、待って、何？おー、うわ、こちらでございます。うわ、いいリアクションを取っていただきました。これはダメだわ。これやばいね。あ、これは本当にダメです。さあ、ちょっと問題、問題、問題だけやばい。うわ、じゃあ、キューツさん行きましょう。スタート。え、怖い。モザイク処理とか大丈夫です。待って待って。さあ顔が今日は言わないし、それっぽくなってまいりました。わ、ちょっと待って待って待って、動かへんやつ。うわー、いや保証はできない。どこに行くなら保証はできない。なかなかグロい映像です。これはすごいな。え、ちょっと待って、怖い。どこに行くなら。うわー、さあ、時間もありませんよ。残り30秒。さあ、どっかで。え、濡れた。手が一瞬で濡れた。え、なに。あ、気持ち悪いな、もう本当に。さあ、おっと、おっと、うわー、すごい。どう、そんな感じ。なんか、濡れてる。濡れてる。やっぱ水分を多く含んでいる。え、エキス。すごいな。すごい。さあ、何ですか。え、待って、なんで、もう。さあ、終了でございます。はい、アップシークラウドはアプリ開発者を応援しています。終了。さあ、終了でございます。はい、さっきさナイスリアクション、ナイスリアクション。え、どう、うぃー、何かしら。さあ、では木内さん答えていきましょう。箱の中身は何でしょう。亀。正解はこちらでございます。えぇ、何これ何これ、え、豚足でーす。本物の豚足でございます。え、マジで、え、ほんま、え、偽物とか何か豚足に。どちもんじゃないの。いや本物です。え、初めて見た。待って食品サンプルとかそういうのって持ってみてください。違う、本物です。え、ガチのリアクション見てみます。さあ、さあ、生きた証だから。そう、え、豚足食べたことない。ない、え、ない、え、ない、あるかないかわかんない。わかんないけど、ない。あ、そうなんや。違う、生で見たことない。プルリってしてますか。プルリ、プルリってしてる。じゃあ、あるかもしれない。初めて見た。まあまあ、プルプルしてね、コラーゲンがあって、女性の肌にみたいなね。普通に言ってありますよ。本物だー。違う、あのね、断面図が見え、はぁないから。ね、さあ、後半はですね、この箱のアプリに細川さんが挑戦いたします。はい、箱の中身は一体何でしょうか。ご期待。アップシークラウドはアプリ開発者を応援しています。後半はアプリに挑戦しましょう。はい、かわいい箱猫パズル、にゃんこ積んじゃったー。イエーイ。さあ、このアプリはですね、同じ色の箱猫をつなげてどんどん消していきましょうといったね、パズルゲームとなっております。では細川さんに、はい、このアプリやってもらいましょう。お願いします。似てんじゃん、猫。一番上のね、このやり込みタイムアタックというやつがある。惜しいですか。はい、行きましょう。僕の方までしか見えない。嘘。さあ、クリソスだわ。じゃあ、やってますね。さあ、お願いします。頼むよ。はい、さあ、スタート。何なんだろう、これどうやってればいいんだろう。これはね、同じ色のやつに落として3つ以上で
繋がって消すっていう。あ、それとか楽しいよ。なるほど。あ、これが浮き上がってくる。ああ、すごい。ああ、すごい連鎖で。あ、そうやって落としていいのね。そういった感じでございます。ああ、いいね。これさ、簡単に見てわりかし難しくなってくるやつで、私わかる。私わかる。何それ、予知能力があるの。前田センサーに繋がった。センサーにね、ガガッと。さあ、このボール来ましたよ。色が増えた。さあ、緑は多分ね、どこに落としてもいい。なるほど。そういうこと。さあ、木内さんも詳しいですね、このアプリ。さすがでございます。まだ全然余裕やん。さあ、すごい。全然。さあ、残り時間20秒切りました。そういうことか。そういうこと、早めにやんなきゃいけない。どんだけ潰せるかっていう話。潰してるんですか、これ。さあ、あ、お、チャンス。いいよ。さあ、いい。あ、いやいや、違う色が増えていきました。さあ、さあ、どんどん消していきましょう。しかし、細川さん、やっぱりアプリがうまいですね。うまい。そういえばうまかったわ。手先が終了。結構いったよ。楽しいよ、これ。さあ、点数は7600点。すげえ。これすごいのかな。すごいですね。初めてで、初めてでもうやったね。5000超えはすごいですよ、これ。素晴らしい。すごい。どんどん細川さん上手くなっていくね、アプリが。確かに。第1回目の時もアプリすげえ上手かった。すげえ上手かった。思い出がありますけど。手さばやり込んでますね、これは。やり込んでます。バレた。ずっとやってるもんだって。全てをね、上位してますけれども。さあ、皆さんもね、よかったらこのアプリ練習してみて楽しんでください。それでは次回も見てください。さよなら。登録